で来ました。警備員さんもね、この35度の炎天下の中で8時間警備員やられてることで、見た感じで多分1時間交代ぐらいやっとんかなと思いますけどね。慣れたもんですよね。それがまだできてないお店もねあるみたいですけど、サイクリングショップもありますね。ほとんどね、まだテナントがね入ってないですね。カミングスーンっていう感じで、揚げ物系のねあれなんですけど、クローズ、インド料理の店で、今ねランチタイムまで閉まってますけど、ね、ここはマップ、今ここなんですかね。今こう入ってきて、白のところがまだ入ってないお店っていうことですよね。このまだテナントが入ってないってことですよね。まだガラ空きなんですね。でここがステージみたいなのがあって、で子供向けので農園があってってことですよね。で裏がパーキング、カフェが、子供の園に、なんか基本的には食べ歩きするもんとか、映画スペインステージですね、これ。芝生が。ここっていつできたんですかね。6月27日。あ、すいません、ありがとうございます。紙なんですね。今ね、結構プラスチックが問題になって、なんかいろいろと使ったらあかんとかいう話になっとったりしたんですけど、これ紙なんですね。というわけでいただきます。フレッシュピーチの、タピオカバージョンということで、なんかタピオカってミルクなイメージが強いかなと思うんですけど、僕はね、ちょっと夏の暑い中、ちょっとね、今旬のピーチで締めたいなと思って。美味しい、これめっちゃ美味しいですね。これアーケードがあるんですけど、もうそこからね直通で行けるという場所になったんですけど、まだね未完成みたいで、ちょっとねもう食べ歩きぐらいかなっていうような、ね、感じかなと。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。